はい、どうも、シュー TV でーす。お願いします。というわけでですね、本日は千葉県にあります、前原スポーツさんに来ております。今回は、告知がございまして、今日は来ております。2024年、1月、3日、ショーヘイ TV、前原スポーツさんの、毎年恒例となってますが、来店イベントを、行っていきたいと思います。毎年ですね、年始の、1日目、我々が来てですね、来店イベントを行うんですけども、毎年相当な数のお客様が来ていただいて、イベントをしております。内容的には初売りイベントなので、普段より、お安くなっているのと、私とじゃんけんをして勝つとさらに割引といった、そういうイベントだったり、まあ、前スポーさんといえばね、いろんなグローブとか野球道具たくさん揃ってるんですけど、まあ、その中で、5000以上を購入することで特別な素敵なプレゼントが、100名様限定で、ご用意してますので、そちらもよかったらねゲットしてみてほしいなと思います。2023年1月3日、今年ですね、とても盛り上がって、過去最高のお客さん の動員となったようで、また2024年もできること本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。今年2023年は良平さんがね、熱を出してしまいまして、残念ながら来れなかったので、2024年は、僕と良平さんで、来れると思いますので、もう飲み行かねえ大丈夫、まあ、無理せず行きましょう。マイスポのイベントの、模様はですね、動画の概要欄に過去のやつが貼ってますので、そちらをチェックしていただいて、まあ、今年になって千葉の、チーム様と結構こうコラボとか取材とかさせてもらってますので、そこにいらっしゃった、選手などもぜひともね、来てほしいなと思ってますので、お待ちしております。はい、今回のこの、詳細に関しては、後日前原スポーツさんの方で詳細出ると思いますので、そちらもチェックの方よろしくお願いします。リンクは貼っておきます。それでは1月3日、お会いできることを楽しみにしております。それではありがとうございました。はい、ということで商品紹介なので、バトンチェンジ、させていただきました。後日ね、グローブは別で取ろうと思うんですけれども、まあ、初売りセール、の時にもね、結構小物も買っていかれる方も多いと思いますので、本日は先にね、小物の前原さんが売られている商品を紹介をしていこうと思います。はい、ということでまずウェアコーナーですね。冬物のアンダーショーツが、ブレスサーも肌水なんで、冬でも涼しいのを着たいっていう方的には、まあ、こういった普通のアンダーショーツもあったりだとか、ゲンダンのホイップといつもお世話になっているアクティブウームさんのね、アンダーショーツがあったりとか、まあ、オンヨネもあったりとか、メーカーもいろいろ揃ってるので、まあ、アンダーショーツ何枚あってもいいし、ちょうど冬なんでね、秋冬専用なんていうのも売ってるので、ぜひ、年始セールの際もこちょこちょと注目してみてください。で、こっちがアパレル系、T シャツとか、これ、まあ、オンヨネか。オンヨネこれ19だから、あ、野村だ、野村って書いてある、野村祐介、野村選手のモデルだったりとか、これオークリーか、まあ、派手っちゃ派手かなみたいな感じで、あとはパーカーだったりとか、ウィルソン。はい、ってことで次のブロックに来たんですけど、バッティングローブのコーナーになります。安定にね、パワーアークが並んでたりとか、パワーアークってかめちゃくちゃパワーアークあるな、とんでもない種類のパワーアークあったりとか、まああと普通に安い部類の低価格帯合皮のバッティングローブも揃ってます。まあ珍しいなと思ったのは、僕さっき見つけたのはデサント、デサントの革のバッティンググローブはあんまり売られてるとこないんじゃないかなと思うので、まあ、そこはちょっと珍しいなというふうには見てました。まあ、こういったところもちょっとパワーアークがどうなのか分かんないですけど、割引対象だったりとか、その5000円以上の対象にも入ってくると思いますので、ぜひぜひこういうところで、揃えてみるのもいいんじゃないかなと、このタイミングでありだと思います。限定の守備手もあったりとか、まあ、草野球人向けのカラーのもあったりとか、スライディングパッドとか、フランクリンのスライディング手袋って言うのかな、走塁用とはまたちょっと違うような、感じの、まあ、ちょっと手袋系ですね。まあ、これ突き指防止したりとか踏まれても大丈夫っていうやつなんで、まあ、足速い選手、スライディング強い選手なんかは別にこういうの、持っててもいいんじゃないかなと。1万ぐらいです。まあ、あとはこれ、コーガードかな、日本人でフランクリンだともしかしたら愛藤選手が使ってるかもしれないですけど、でこれが5000円ぐらいとなっています。はい、じゃあラストブロック、まあ両脇にもあるはありますけど、一応ブロックとしてはラストかな。で、まあ、スラパンとか、ファールカップとかスパッツとかっていうのがいろいろ揃ってますね。で、スラパンも、スパッツタイプとか、ちょっとダボっとした普通の、パンツタイプだったりとかっていうのもあるし、ファールカップも2メーカー3メーカーぐらいあるのかなとか、この辺は少年野球の選手たちには必要になってくるんじゃないかなと。スライディング の膝パッド穴開いちゃったりとかよくすると思うので、こういうのもいろんな種類、大きいのから小さいのとか、膝用、お尻用とか、これあれだな、アイロンで簡単にいけるやつかな、いや縫わなきゃダメか、
かな。まあ縫いやすいとは書いてあるから、すげえな、アイロンでいけるやつ。1000円ちょっとでアイロンでピューって貼り付けられて、まあ、簡単に付けられるよっていうタイプのもあったりとかするので、あとトレーニング用品がフィールドフォースかな、うん、ネット系の、トレーニング用品。前やんなかったっけこれ、大井くんの。そうそう、大井さんが持ってたかながあったりとかですね。でこっちがユニフォームのパンツ系になりますしね。まあストレート系があったりとか、こっち行くとちょっとまあレギュラー系、まあこういったので水のプロとか、ローリングスとか買うと、そうですね、普通に買っただけで、5000円は超えてくる、ところにはなるので、まあ、その対象にもなるのかなと。ちょっと水のプロが対象になるかはあれですけど、まあ、最近ちょっとガチパン以外はだん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 値段高くなってきてるんで、まあ、こういった安売りっていうところで、買って少しでも安く買うっていうのはありなんじゃないかなというふうには思います。ちなみに、はい、1月3日4日5日はい、はい、でやるんですけど、はい、それって水木金なんですよ。うん、でも土日じゃん、その次あと、はいはい、6-7って6-7はセール対象外、セールやんないので、うん、行くんだったら3-4-5の方が、まあじゃあ三が日の結局3日だなの方が、そうですね、うん、来た方が、はい。で、ということで、まあ最後ちょっとバッグとかトートバッグとかリュックとか、まあブレイクが結構並んでて、少年野球用のリュックがあったりとか、マルチのこれ去年も見てないんですけどあったりとか、あのグローブのケースがあったりとか、って言って小物系もリュック系、バック系も結構、揃っているので、まあ、新年を機にね、あの新年に財布変えるみたいな感じで新年に、バック変えてみるのも、いいんじゃないかなというふうに思います。良平さんが普段使ってるカバンはどれかな。多分これの色違い、これ系なんだ。俺はその両サイズなんだ。あ、もうちょっと次のに変えようかなと思って。このブルイクバッグいつか翔平 TV でってなったら嬉しいです。あ、そうはい、ということで、次回はねまた公式グローブ軟式グローブちょっと別々で、出していこうと思いますので、まあ小物系も新年初売り、に関しては目玉になってくるのかなというふうには思いますので、ぜひぜひ1月3日僕らも来ますので、そこで小物系見てみてください。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あいしょー。